画家レオポルト・クーペル・ビーザーの描いた肖像画トループ場の前に立つフランツ・フォン・ショーバー。音楽に寄せて、シューベルトの記念碑の実質の文書中に見られる、ショーバーの歌。公共曲、未完成と、1822年に、ショーバーの家に客人として登留していた、フランツ・シューベルトの記念碑、フランツ・アドルフ・フリードリッヒ・ショーバーは、オーストリアの詩人、台本作家、 石板工並びに、ブレスラウの役者、そして、バイマルの公使館参事館である。フランツ・ショーバーは、オーストリア人夫妻の息子として、スウェーデンの丸目にあるトループ管理で生まれた。当時、父は、スコーネ地方の管罪人をしていた。1801年に、父がテンを命じられ、一家は、オーストリア領のアーデルシュタントへと引っ越した。父は1802年2月8日に死去した。 ショーバーの母、カタリーナ・デルフェルは、フランツとその年上のケ子アクセル・ルドビカ・ゾフィーを連れて、オーストリアに戻った。1803年からショーバーは、シュネプ・フェンタールのザルツマン学校で教育を受けた。1806年からオーストリアで生活し、ウィーンの学術ギムナジウムに通い、1808年からは、クレム・ミュンスターの宗教財団ギムナジウムに通った。 1815年からは、再びウィーンで暮らした。ウィーン大学では哲学を学んだが、修行はしなかった。その後、上、オーストリアでショーバーは、ヨーゼフ・フォン・シュパウンの兄弟姉妹と親しくなった。またウィーンで、ヨハン・マヤ・ホーファー、ヨハン・クリソ・ストムス・ゼーン、レオポルト・クーペル・ビーザー、フランツ・フォン・ブルフマン、フランツ・シューベルト、モーリッツ・フォン・シュビント、 エドアルト・フォン・バウエルンフェルトやエルンスト・フォン・ホイヒター・レイベンと親交を結んだ。後には、オット・ティーレ・フォン・ゲーテやその、子供たち、バルタンフォン・ゲーテとも、彼らのウィーン滞在の際に交流した。さらに、ブレスラウでは、1823年から1825年まで、ショーバーは、後に婚約を解消することになるブルフマンの妹、ユスティーナと会っていた。まだ、 ブルフマンの妹ユスティーナとの間の後に解消されることになる婚約の期間中に彼は1823年から1825年までブレスラウでリヒャルト・バーグナーの兄のアルバートや姉のハインリッヒ、シュメルカやルイーゼ・シュメルカやハインリッヒ・シュメルカと一緒に舞台に立っていただけでなくカール・フォン・ホルタイやオイゲン・フォン・ベルストの紹介でジャーナリストのカール・シャルル並びに ヨハンテオドールモーゼビウスやカールビッテやアントニオ・マイヤーと活発な交流をするようにもなった。同時にブレスラウではショーバーはフェルディナンド・エースライヤーの娘ヘドビックとマリーエから偶像崇拝的に崇拝された。1826年から1829年にかけてショーバーはウィーン石版画学院の長を務めた。彼は社交家であり、 ハンガリーのトルナのレオフェスティクス伯爵家の家庭教師であり、フランツリストの旅の同行者であり、バルトブルクで、シュビントの肖像のフレスコ画が描かれることを提案した。1856年に彼は若い人向けに小説を、各テクラフォン、グンパートと結婚したが、彼女とは早くも1860年以降、別居してしまう。ウィーン、ハンブルク、そして、 バイマルに分散しているショーバーの子孫の異なる会合で、ショーバー家はフランツ・シューベルトとモーリッツ・フォン、シュビントの電気にとって重要な情報源の一つである。彼らの初めての電気作家、ハインリ・ヒフォン・ヘルボーン・モラントと、ショーバーは1861年あるいは1871年に密なる連絡を保った。ショーバーは多数の詩を書いた。 一部はシューベルトによって曲を付けられたが、その中には音楽に寄せてやカルードの愛の歌並びに百8 2 1年のシューベルトのオペラアルフォンソとエストレッラの台本もある。リストや他の作曲者たちもショーバーの詩に曲を付けた。ありがとうございます。